が燃えて人生どうでも良くなったから、残ったなけなしの金でダークエルフの奴隷を買った。星さん、家を燃やされた後、ご都合主義的にダークエルフだけが不当に安いという世界で、格安でダークエルフを購入したら人生が好転したというシナリオ。この漫画の売りは美人のダークエルフとイチャラブするのを疑似的にたしなむ作品であり、これといった内容はありません。このダークエルフの奴隷が美人で海外しく主人公におかぼれで霊属的でつがいのオスを責めるというクソ要素を持ち合わせておらず、奴隷なので清楚よ脱の権利を持っているので圧倒的優位に人族のオスは立てるという三方よしの、オス向けシナリオ作るならまずこのメスの設定を基礎として使おうというようなお手本美女です。単純にこもって呪いのレアアイテムを後で取ろうと言って忘れ去ったり、お金を盗むクソガキ様の救出イベントで大体の漫画だったらクソガキ助けてクソガキの問題も解決して大演談するところを、そもそも金を盗むようなおクソガキ様なんだからといった根幹の部分を忘れずにいい感じに因果応報を書き切る部分がディモールとでね、人生に絶望するほどの衝撃を与えた新築消失事件の犯人を見つけてもすでに家以上に人生が好転しているので家なんかもうどうでもいいやと思えるような振る舞いだったり、この漫画は人間描写の描き方がディモールとでね、この強者になった時に立てる強者の振る舞いが、自己認識と他者との認識に大きなギャップを抱える人族にとってはお前の存在が、私をイライラさせるってなるので、色っぽいシーンがあるので電車内での暇つぶしには使えませんがとてもおすすめ。